どうも、スラクーです。今日はですね、2020年12月29日火曜日なんですけども、急遽ですね、DJI Mini 2のですね、ファームウェアアップデートがね、されたんでね、こちらのね、動画を撮ってます。のでよろしくお願いします。改めましてサラクールです。今日はですね、2020年12月29日、火曜日です。今日はですね、DJI Mini 2のね、ちょっと話題をしたいと思います。ですね、実はですね、昨日ですね、DJI Mini 2のファームウェアアップデートがね、更新されてました。でね、今回ね、そのファームウェアアップデートが結構ね、いい更新がされてたんでね、急遽ね、この動画を上げてます。ではですね、こちらがね、DJI Mini 2のね、ホームページになるんですけども、ここからですね、ダウンロードですね。はい。こちらのね、ダウンロードページにね、行きますとですね。はい。こちらのね、DJI Mini 2リリースノートっていうのがですね、2020年12月28日にですね、アップデートされてます。はい。こちらになります。こちらがですね、DJI Mini 2のね、リリースノートですね。で、日付がですね、2020年12月28日。なので、まあね、今日がね、12月29日がね、ちょうどね、昨日ね、発表されました。はい。でですね、機体のね、ファームウェアがですね、バージョン 01.02.0000 に、ファームウェアアップデートされてます。あと、リモートコントローラーファームウェアもですね、バージョン 02.00.1200 になってます。あと、これはね、昨日なんですけども、DJI Fly アプリのね、iOS と、Android のね、バージョンがですね、バージョン 1.2.2 にね、こちらの方はね、新しくなってます。だから DJI Fly の方はね、先日ね、アップデートのね、お知らせがあったんですけども、まあ、それにね、続いてですね、今回はね、DJI Mini 2のね、ファームウェアアップデートの方がね、追加されてます。でですね、全部でですね、今回新しく、ファームウェアアップデートとしてね、新しくなったところがね、全部でね6点あります。でですね、私がね注目したところはね2点あるんですけどね、まあ1つずつねちょっと説明していきたいと思いますけどね。まずはですね、これはですね、写真モードですね、ズームがね追加されたということですね。はい。でこのね2つ目がね、私これね1つ目のね注目点になります。実はですね、あの 2.7K のね、動画撮影は、実はね、30fps までしかね、今までのフレームレートはね、録画できなかったんですけども、今回ね、新たにですね、2.7K の動画で、48、50、60、fps、ね、フレームレート、こちらがね、追加されたっていうことですね。もうね、ここはね、やっぱね、2.7K でもね、なかなか 30fps しか撮れなかったんで、まあね、ミニ2としてもね、できればね、60は欲しいなと思ったんですけどね、今回ね、新たに、60fps までね、追加されたんでね、ここはね、とてもね、注目してます。はい、とても嬉しかったです、今回。はい。で、3番目ですね、こちらはですね、Wi-Fi とか Bluetooth のですね、接続のところのね、最適化がされてますね。で、それの最適化によってね、高速で、よりね、安定したコネクションを確立することができたということですね。はい。で、4番目ですね。4番目はですね、あの飛行の安定性ですね。ある一定のシーンにおいての、安定性がね、向上しましたよということですね。はい。で、5番目がですね、ここはね、ここは修正されたところなんですね。あの DNG フォトに関しては、ちょっとね、異常なね、カラーをね、当てられるという、まあ、カラーがね、現れるということでね、問題になったんですけどね、そこはね、修正されてるということです。はい。で、私がね、注目したいね、2点目なんですけど、こちらもね、私ね、ファームウェアアップデートね、とても待ってたというの一つなんですけども、実はですね、以前の動画でも上げたんですが、あのですね、4K の、まあ、これは全部もう、あのフレームレート関係なくですね、4K の動画で撮影した際にですね、左上のところに、あの、オレンジ色のバーみたいな、なんかテクスチャーみたいなね、ノイズが現れるっていうようなね、問題のね、ことがありまして、まあ、それに関してもね、動画でね、上げてるんですが、今回ね、まあ、これフィックスレアイシューというか、もしかしたら結構その特殊なイシュー、問題だったのかもしれないんですけども、今回それが、このね、4K 動画のその、
左上の、ね、コーナーのところに、異常なですねテキスチャーが現れてたっていうところ、ここがね修正されたということなんですね。これはね、私は結構そのミニ2でも 4K の動画を撮影するんで、結構ねここに関してはね私的にはね大きかったですね。ということで今回はまあ6点、新しくねファミアムアップデートでね更新されたんですけどね、そのうちのねまあ私として注目するのはねこの 2.7K のね動画で 60fps までねフレームレートを上げて撮れるようになったという点とですね、4K のね動画でね、左上のとこにあったそのオレンジ色みたいなね、ブロックノイズみたいなそのノイズがね、修正されたっていうところでね、まあとてもね、いいなと思います。でね、これからね、ファームウェアをね実際アップデートして、まあ、本当にねどうなってるかっていうね検証していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今からですね、ファームウェアアップデート前後のですね、比較をねしていきたいと思います。まだね、ファームウェアアップデート前ですねになります。でですね、ファームウェアアップデートでね、今回ね 2.7K のフレームレートがですね48、50、60、フレームレートが追加されたっていうことがありますね。あともう一点ですね、4K でね撮影した時に、左上のところにね、まあ、オレンジ色のねノイズが乗るっていうね不具合があったんでね、それがね解消されてるかどうかの確認をねしていきたいと思います。まずはですね、現在の状況ですね、はい、見ていきたいと思います。今ちょうどね、このようにね、ドローンをね、接続した状態になってます。はい。ですね、今現在ですね、機体のね、ファームウェアがですね、01.01.0700 ですね。で、送信機ファームウェアがですね、02.00.1101 ですね。で、安全飛行データベースがですね、01.00.01.19、アプリ用の、安全飛行データベースの、バージョンも一緒ですね。で、こちらのね、DJI Fly の、アプリバージョンが 1.2.2 になってます。まあ、この状態でね、今どのようになっているかっていうと、はい、まずはね、2.7K、はい、2.7K にすると、はい、今選べるのがですね、24。25、30だけですね。はい。こちらがね、追加されているということになりますね。でとりあえずね、他のね、解像度を見ていきますけども、まあ、1080p はね、24、25、30、48、50、60になります。で、4K が、はい、24、25、30になりますね。はい。なので、まあ、2.7K もね、同じように。24、25、30ということで、まあ、3種類だけしか選べないようになっています。今はね、ファームウェアアップデート前はね、こんな風な状態ですね。でですね、あのファームウェアアップデート前にね、まずは 4K のね、ノイズが今でもね、乗るかどうかのね、確認をしていきます。はい。じゃあ 4K のね、まず30フレームから、24フレームからいきましょうかね。はい、今からね、録画開始します。はい、今録画開始しました。あ、やはりですね、左上のところを見ていただけると分かる通り、あの今ね、オレンジ色の、ね、ノイズが出てますね。ちょっとね動かしますね。これね他のところやるとそのねノイズがね消えたりしたり、あとはちょっとね青色になったりとかいうようなね、あの色によってねちょっとねこれね今これちょうどねここにすると、緑色っぽいねブロックのノイズがね左上に乗ってますね。でまたこっちの方に持ってくるとですね、はい、オレンジ色のねブロックノイズがね、乗ったようなね感じになっております。はい、じゃあね今度はですね一回止めますね。で次ですね、25fps で同様にね録画開始します。で録画開始前はねあのブロックノイズね乗ってないんですけどね、左上のところにね、はい、録画開始するとですね、はい、同様ですね、左上のところに、オレンジ色の、ね、ノイズが乗ってます、はい、これをねまた同じようにねこちらに動かしていきますね、はい、ここら辺ですかね。ここら辺になるとちょうどね、今はねオレンジじゃなくてねちょっとブルーっぽいなんか、まあ、緑からねブルーのようなね感じなねノイズが乗ってます。でちょうどねこちらの方にねあの緑色の、ね、クロマキー
目の前にあるんですが、そこのとこ寝るとね、オレンジのねノイズがね乗ったりしますね。はい、じゃあやはりね同様にノイズが乗ってますね。はい、一回もう一回撮れます。じゃあ最後ね、30fps でも同様にやってますね。はい、録画開始します。はい、やはりですね 30fps も同様ですね。同じように動かしますね。まあ、場所によってはですね、やっぱり、オレンジがね、ちょっと、緑色っぽいねノイズが乗ってたりしますね。でこれのね緑一色だとね消えるんですけどね、こういう風にね机と一緒に映すとまたここにね、オレンジのねノイズが復活するというような感じになりますね。はい、ということですね、アップデート前では、まずはあの 2.7K の方は、24、25、30fps だけしか選べなくなってまして、あとはね 4K でね録画すると、オレンジのね、ブロックノイズが、右上のバックに左上の方にね乗ってるということが、確認できました。それですね、次はですねあのアップデート、していきたいと思います。アップデートの、ね、確認更新をします、ね、新しいファミアップ更新があるのでこれを、ね、更新させていきます。はい、今、ね、更新中ですね。まあ、ここにも、ね、説明として、ね、書いてありますけどね、まあ、いろいろとここに、ね、2.7 の、ね、2.7K を取ると 48、50、60fps の、フレームレートが、ね、追加されたと書いてます。まあ、他にもねどういうの、あそこに書いてあった、この内容のやつがね書いてあったと思いますね。あと本当にねこのフィックスドレアイシューって書いてあるねところで、アブノーマルテクスチャーアピアルインザアッパーレフトコーナーイン 4K ビデオって書いてあるんでね、まあ、ここら辺のところもね本当に消えてなくなってるかどうかのね確認をねしていきたいと思います。じゃあ今しばらくね、今インストール中でねファミアップデート中なのでちょっとね待ってみたいと思います。はい、今ね、更新がね完了しました。今ちょうどね、機体がね自動オフになってしまったので、ね、機体をね再起動したいと思います。はい、今ね、機体をね、再起動かけました。ではですね、まずはね、バージョンを確認していきたいと思います。まずはね、バージョンの確認なんですけども、機体のねファームウェアがね、01.02.0000 になってますね。はい、で、送信機のねファームウェアも02.00.1200 になってます。で安全飛行データベースに関しましては、これはねファームウェアはね最新ですね。あとアプリ用のね安全飛行データベースもこれもね同じになってます。で DJI フライのねアプリバージョンも 1.2.2 でね、これもね同じですね。ではね早速ですけどもカメラのところね見ていきたいと思います。はい、録画のところですね。まずね、4K のところはね、24fps、25fps、30fps 変わらないですね。で、ちょっとね、2.7K 飛ばして、1080p 見てますけども、これもね、24fps、25、30、48、50、60。はい、ここら辺もね、変わってないですね。はい、じゃあね、2.7K を見ていきます。はい、今 2.7K にしましたけども、2.7K はね、24。25、30までは一緒なんですけども、そこにね48、50、60このね、3つがね、追加されたことを確認しました。ではですね、4K でね、ノイズが乗るかどうかのねちょっと確認をしていきたいと思いますね。まずね 4K に切り替えます。でまずね、24fps からね設定して、これでね、録画をね開始していきたいと思います。はい、いきます。はい、録画開始しました。乗ってないですね。消えてますね。うん。こういう風に動かしてます。同じようにね、動かしてますけどね。はい。あ、消えてますね。消えてます。今見た感じ、全然、録画してるんですけどね。左上にね、ブロックノイズね。あ、ブロックノイズっていうか、オレンジ色のノイズね。ついてませんね。完全に消えてますね。はい、直ってますね。じゃあ同様にね、他のね、フレームレートもね、確認していきたいと思います。一回録画を止めます。はい。
次はね 25fps で撮りたいと思います。はい、行きます。はい、25fps でもですね、乗ってないですね。同じようにね動かしたいと思いますけどね。はい、そうですね、ここら辺でもね先ほどまではね、ブルーのねノイズとか乗ってたんですけどね、そこら辺もね乗ってないですね。はい、問題ないですね、確認できました。じゃあね最後ね、ね録画を飛びまして、次は、30fps、 4K のね 30fps で撮っていきたいと思います。じゃあ撮ります。はい、乗ってないですね。うん、問題なくね、乗ってないです。なのでね今までね、今までのそのファミアだったとね、どうしてもそのノイズがね乗ってたっていうことがあったんですけども、今回はね今確認した限りでね、乗ってなかったんで、まあ、これはね、治ったっていうことでねいいんじゃないでしょうか。とてもね良かったと思います。はい、検証ですけどもね、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、2020年12月28日ですね、DJI Mini 2のね、リリースノートがね、更新されてまして、新しくね、ファームウェアアップデートがね、されました。で、今回は本当にね、2.7K のね、動画で、まあ、60fps ね、撮れるっていうことがね、確認できたのがとても大きかったですね。あとですね、本当に、いつもね、4K の動画とかでも撮ってるんで、まあ、その時に本当にその、まあ、ちょっとしたね、ノイズだったんですけども、まあ、気になってはいたんでね、そこのとこはね、とてもね、解消されてね、とても、今回のね、ファームウェアは、私にとってはね、とても嬉しかったです。ですね。で、もう本当 4K のね、動画で、まあ、ノイズ乗って気になってる方とかですね、あと 2.7K の動画で、まあ、60fps までね、撮りたいっていう方はですね、まあ、早めにね、このね、ファームウェアアップデートをね、していく方がね、よろしいかなと思います。はい、今日のとこはね、以上となります。もしね、この動画がね、よろしければね、高評価ボタンを押していただけるととてもありがたいです。あとはですね、サラクスカイサロンではですね、ドローン空撮とか、あとはね、ドローンのノウハウ系のこと、まあ、今回みたいなようなことですね、をやってますんでね、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、サラクでした。さよなら。バイバイ。